デイビー・ボーイ・スミスは、イギリス・マンチェスター出身のプロレスラー。正式な本名は、デビッド・ボーイ・スミスであり、ミドルネームの、ボーイは、母親が出生届を書く際に、性別欄とミドルネーム欄を間違ったことからついたと、言われる。いとこのダイナマイトキットとタッグチーム、ブリティッシュ・ブルドッグスを組み、WWF などで活躍した。 ハートファミリーのソースチュハートの四女と結婚しており、ブレッドハート、オーエンハートらとは偽兄弟の間柄にあった。ジョニー・スミスは親戚とされているが実際に血縁関係はない。息子のハリー・スミスもプロレスラーであり、WWE ではデイビッド・ハート・スミスと名乗って活動、2012年秋の新日本プロレスさん、戦時からはデイビー・ボーイ・スミス・ジュニアと改名した。 1978年イギリスでプロレスラーとしてデビュー。その後、ダイナマイトキットの後を追う形で、カナダのカルガリーへ渡り、スチュハート主催のスタンピードレスリングにて活動。1982年7月9日にはキットを破り、A 連邦ミッドヘビー級王座を獲得した。1983年11月、新日本プロレスに初来日。 ザ・バンピードなる覆面レスラーとして、ザ・コブラとの NWA 世界ジュニアヘビー級王座、決定戦に出場したが、試合直前に自らマスクを脱ぎ捨て正体を明かした。ジュニアヘビー級離れした、パワーファイターで、当時の実際の体重は 103kg で、ジュニアヘビー級のリミットである220ポンドを超えており、実況で山本小鉄も3から 4kg 落とさなければ、 いけないと解説している。実況の古チ一郎の紹介の中でも実際のウェイト発表はなく、ジュニアヘビー級リミットギリギリのウェイトと表現されていた。カナダではヘビー級の選手として活動し、1984年6月18日にバンクーバーにてバッドニュースアレンを破り北米ヘビー級王座を獲得。同年11月、キットと共に全日本プロレスへ。 電撃遺跡。ウェイトアップを図って日本でもヘビー級に転向し、さらにパーに磨きをかけた。全日本マットでは、いとこという設定のジョニー・スミスともタッグチームを組んでいる。1985年に w w f 入りし、ブリティッシュブルドッグスのチーム名で活躍。1986年4月7日にはレッスルマニア二のシカゴ大会に出場し、 ジョニー・バリアンと率いるドリームチームから WWF 世界タッグ王座を奪取している。1988年末に WWF を離脱し、翌年より全日本プロレスに復帰するが、スミスが突然似た団体との契約をしてしまい、キットとのチームは空中分解。これはキットも聞いていなかったという。キットによれば、その後スミスは、キットが交通事故に遭い、 直シリーズは出られないとのデマを全日本プロレスサイドへ流し、危うく、キットが干されるところだった。以後、スミスが死去するまで両者は一度も再会することはなかったという。1990年、シングルプレイヤーとして WWF と再契約。1992年8月29日には、地元イギリスのウェンブリースタジアムに8万人の観客を集めて開催された。 サマースラムにおいて、ブレッドハートを破り、インターコンチネンタル王座を獲得した。1993年2月からは、WCW に参戦し、ベーダーらと抗争。ロードスティーブン・ディーガルとの英国人同士の抗争も展開した。1994年より、WWF に復帰し、レックスルガーとの米英コンビ、アライド、パワーズなどで活動。 1996年からはヒールに転向して、規定の応援ハートとタッグを結成、同年9月22日にスモーキンガンズを破り、再び WWF 世界タッグ王座を奪取した。1997年には、ハートファウンデーションに加わっている。同年11月9日のモントリオール事件以降、WCW に移籍したが、1999年に、 ヒールとして WWF に復帰。WWF には2000年まで所属し、ザ・ロックらと対戦した。2002年5月17日に、カルガリーの自宅で心臓発作を起こし、39歳で死去。ステロイド剤投与とドラッグの影響だと言われている。2020年3月12日、WWE 殿堂へ殿堂入りが発表される。ありがとうございます。